エージェントアルシェ、あなたに任務を与えす。巫女リリアーナをこの教皇庁までエスコートするのです。これは重要な任務ですよ。くれぐれも。リリアーナ、リリアーナ、リリアーナ、ルーエンハイド、そして私。あの頃は毎日が夢のようだった。いつまでも一緒だと思っていたのに。でもこれでリリアーナに会える。お嬢さん、お怪我はありませんか？おかしい。お嬢さんだって。もしかしてリリアーナ？私そんなに変わった？うん、少しは大人っぽくなった。え？アルーシェは変わってないかな。行きましょう。リリアーナ。アルシェ。ん？ありがとう、助けてくれて。騎士として当然のことをしただけさ。アルーシェ、怪我はない？斜陽に一人で立ち向かうだなんて。大丈夫だって。これでも騎士として修行してるんだから。相変わらず無鉄砲なんだから。そうかな。でもびっくりしたわ。本当に騎士になったんだね。ああ、今は教皇様の指令で邪妖と戦う毎日さ。でもこっちもびっくりしたよ。
突然教皇様から、巫女リリアーナを教皇庁までエスコートするのですなんて言われちゃって リリアーナこそ教皇様から名前を呼ばれる巫女になるなんてすごいよ。もしかしてリリアーナは世界を救う巫女になれるんじゃないかな。人間だもの。いつまでもアルーシャに守られるだけじゃない。少しでも力になりたいの。分かった、一緒に戦おう。頑張ろう。当ててみせる。さあ、よし、いいぞ。外さない。さあ、いいね。せやっ。はっ、そこだ。やーせやっ。当ててみせる。これで。はっ、さあ、外さない。せやっ。やっ、はっ、やったわ。そこで。はっ、いいわね。これで全部かな。今のうちに早く。まだその力。時を遅らせる力、それは体に負担がかかるんじゃ。ううん、大丈夫。強くなったのはアルーシェだけじゃないよ。私もこの力、誰かのために使いたいの。校長へ急ぎましょう。あれ、さっきの襲撃で馬車の車輪が壊されてる。それじゃあここから先は歩きだね。ああ、行こう。
そうそう。すっかり暗くなっちゃったね。あ、ホタルだ。綺麗。ああ。でも急がないと。夜は邪妖の時間だから。邪妖のせいでこういう景色あまり見られなくなったよね。夜が危険で出歩けなくなったから。リリアーナ、あれは。ねえアルシェ、来て。あ、ちょっとどこに行くんだよ。こっちよ。危ないってリリアーナ。ここ星降りの丘に似てない？ああ、学園の裏の。そういえば似てる。見てある。星降りの丘で流れ星を見るたびに祈ってたの。この世界がいつまでも優しいものでありますようにって。ねえ、覚えてる？学園で一緒だったこと。一緒に美味しいものを食べたり、一緒に湖を見に行ったり。この任務が終わったら、昔過ごした町にユーラルムに連れて行って。うん、約束だ。リリア、やっぱり変わってない。リリア、それじゃあ教皇庁まで急ごっか。任務を終わらせてユーラルムへ行こう。護衛は私めにお任せあれ。あるったら。さてと、教皇庁はあっちの方だな。これって、
これでいいわね。そこね、そこね、こんなの、これでさ、やあ、へっ、さあ、このよ、せや、そこね、当たらないわ、当ててみせる、へっ、さあ、や、外さないわ、や、ある、外さないわ、きれい、ある、それね、これで、いいわね、や、せや。いいわね。ふっへっ、そこね。やーわ。やーせや。当ててみて。やったわ。やーせや。いいわね。嘘だろ。うん、ひょっとして…ハル！外さないわ！リリア！太陽の意志を危ない！叶うのに裁きを与えたまえ。光！そこね、当ててみせる。はっ、さあ、やったわ。やーせや。そこね、はっ、いいわね。やーせや。危ないわ。よし、よし、そうだ。さっきで。それね、だや、外さないわ。はっ、だや、せや。そこね、はっ、だや、見せる。ふっ、外さないわ。や、せや。この先が強行町だよ。うん、リリア、どうした？なんで行きましょう。きっと教皇様がお待ちかねだわ。エージェントアルーシェ、よく任務を果たしました。あなたを聖騎士に任命します。妖魔月の女王が姿を現しました。このままではこの世界を夜が支配し、誰も目覚めることがない終わりが来てしまう。教皇様、私がその月の女王を倒すのですか？人間が叶う相手ではありません。私たち教皇庁はこれまで月の女王が現れるたびに時の花嫁を捧げ、その力を封印してきました。
エージェントアルーシュ、あなたに聖騎士として最初の任務を与えます。妖魔月の女王のもとへ時の花嫁を捧げ封印するのです。巫女リリアーナ、あなたは時の花嫁に選ばれました。歴代の聖女たちに匹敵する力を持っている。私たちはそう判断したのです。私がいれば世界は救われる。昨日、怖い夢を見たの。恐ろしいものがやってくるけど、私は逃げられない。それを受け入れるのが私の運命だって。何があってもリリアを守るよ。約束だ。ルーエンハイド！なぜ教皇庁から姿を消した？こうなることが分かっていた。ルルド教団に来るんだ。ロエルジリス様にリリアーナを預けよう。教皇庁を裏切ったのか？時間がないんだ。力ずくでも引っ張っていくぞ。教皇庁は闇に落ちようとしている。私は世界に光をもたらす光の戦士となる。ジャヨカ、もう来たか。アル、リリアを守るんだ。早くリリアを連れて逃げるんだ。あいつらはリリアを奪いに来た。ルーエも一緒に行こう。どこへ行こうというなら、我が花嫁。月の女王。何？リリアーナをどうするつもりだ。まだ足らぬ。まだその時ではない。何のことだ。だがお前が死の味を知りたいのなら、それもいいだろう。すまないな、光の戦士様。バカ、そんなこと言ってる場合か。よし、その程度か。ルエ、
くだあ、遅いな。ああ、やっ、いこう。いいぞ。へっ、さあ、はっ、いよし。遅いな。遅い。切り捨てる。遅いな。はっ、せっ、さあ、やっせや。抱かれるが。はっ、せっ。もらった。やっ、はっ、いこう。とどめな。えいくぞ。久しぶりに楽しい時間でした。でもそろそろ終わりにしましょう。ゼアス、まだまだ。初代聖女は妖魔の長である夜の君を倒しました。しかしその時に世界に撒き散らされた青い血に触れた者は夜にうごめく邪妖となってしまったのです。以来この地は夜を奪われた夜のない国となりました。私たち教皇庁はこの世界の均衡を守り抜いてきたのです。一刻も早く時の花嫁を捧げなくてはなりません。ああ、時の花嫁を捧げてはいけません。時の花嫁の力を得た月の女王は永遠の夜をもたらす力を手に入れてしまう。永遠の夜、それは全てが夢の中に包まれ誰も目覚めることのない常世の世界。残念だがその痛みは消えない。これから血の渇きに苦しむことになるだろう。ここは教皇庁の研究室だ。気分は？なんか不思議な感覚が。あ、リリアは？ルエはどこに？落ち着け。まずは自己紹介をしなければならないな。私の名はカミラ。教皇庁で妖魔や邪妖について研究している。そして
時の花嫁となる巫女リリアーナとルーエンハイドは姿を消した。お前が殺された後にな。え？お前は死んだ。覚えてないか、月の女王に心臓を貫かれたこと。死んだ？まったく無謀なやつだよ。生身の体で月の女王に向かっていくとは。嘘だ、今こうして生きている。そう、半妖の体でな。半妖？ああ、人工的な半妖化は未完成の技術だが、選択肢はなかった。お前に妖魔の青い血を流し込み、半妖として生き返らせる実験を行った。どうやら成功したようだな。新たな心臓も適合している。私は嬉しいぞ。半妖、私が。落ち着け、エージェント・アルーシュ。お前にはやるべきことがあるはずだ。教皇は任務の継続を希望している。お前はまずリリアーナを探さねばならない。そうだな、エージェント・アルーシュ、ついてこい。私がサポートしよう。どこへ行くんです？ユーラルム、リリアーナの目撃情報があった場所だ。安心しろ、今のお前には新たな力がある。体に妖魔の血を宿したことで使える剣、私たちは知剣と呼んでいるがな。知剣？さあ、自分の力を全て放出するイメージを思い描け。あとは血が答える。そこだ、全て。おい、はっせ、だ、やせや、ふっけ、だ、見た。
せかす。どうだ、半妖として戦った感想は。これが私の力。驚くにはまだ早い。お前は十分にその血の力を使えていない。お前には妖魔の血とともにある半妖の血を流し込んだ。伝説の汎用、アーナスの血だ。アーナス？妖魔の朝、夜の君と戦ったという、あの。さあ、行くぞ。ちょっと邪妖に知り合いがいるのか。あ、こいつは昔ここに住んでた時に友達になって。これは珍しいな。こいつに侵されきっていない。どういうことです？青い血を浴び邪妖になった者は心まで魔に侵され人を襲うようになる。だが稀に元の心を保つ者もいる。こいつがそれだ。確かにちょっと目つきは悪いけど、悪さをするようなやつじゃないんですよ。目つきが悪いは余計だろ。え、久しぶりだな。しゃべった。俺は前から話してたぜ。あんたは分かってなかったみたいだが。どういうことだよ。俺が知るかよ。おい、お前一生懸命邪妖に話しかけて。やはり実験は失敗だったのか。頭に不具合が。違います。私、こいつが何喋ってるか分かるようになったみたいなんです。邪妖の言葉が分かるだと。なるほど、青い血の力か。邪妖の言葉は、確かにちょっとあんた変わったな。青い血の匂いがするぜ。
またか。俺も一緒に戦ってやるよ。お前戦えるのか。ああ、ちょうどあの連中には餌場を荒らされてムカついてたんだ。ありがとう、ネロ、お前強いんだな。別に、褒めても何も出ねえよ。なあ、これからも力を貸してくれないか。リリアーナを助けたいんだ。お前も覚えてるだろ。まあな。でも私だけじゃきっと力不足だ。あげられるものは何もないけど、ダメかな。なことねえよ。え、なんでもねえ。いいぜ、手伝ってやるよ、ご主人。本当か、ありがとう。これからよろしくな。邪妖を連れていくのか。行けませんか。いや、これからも心を保った邪妖を見かけたら仲間に入れればいい。きっと邪妖の中にも溶け込めず、人にも受け入れられることのなかった存在だ。カミラさん、わかりました。あいつも内心喜んでいるはずさ。けっ、何言ってるかわかんねえくせに好き勝手言ってんな。そんな嘘だ。いいよ。ご主人、ご主人、ちょっと来てくれ。ん？どうした？俺の力を見せてやるよ。
アルージュだやーせやほえろはっせやーせやおぉ計算だふっだやったふっせやったそこだついたぞ。ここは教皇庁が経営していたホテル。ホテルエテルナだ。あ、すごい。今は私が管理を任されている。これからはここを拠点としよう。ほら、早速お客さんのようだ。ルエ！本当にアルなのか。あの時死んだんじゃ。あ、生きてたんだ。ルーエこそどうしてここに。私が情報を流した。お前がここに来るとな。バカ、一体どれだけ心配かければ気が済むんだ。生きているなら生きていると言ってよ。え、そんな無茶な。うるさい。でも生きていてよかったアル。それでリリアはどこに。ルエも知らないんだ。私もわからないよ。一体どこへ。この町での目撃情報を頼りに探すしかないようだな。あなたは。紹介するよ。この人は私の命を救ってくれたカミラさん。カミラって、あのカミラ博士ですか。知ってるの。当たり前だ。邪妖研究の権威で有名だろう。この方の研究があったからこの町の首都移転も成功したんだろうが。そんなことも知らないのか。まったく、そういうのを世間知らずと。まあ私のことはいい。ルーエンハイド、お前のことを調べさせてもらった。私のこと。教皇庁と敵対しているルルド教団に所属してはいるが、
今のお前は幼なじみのリリアーナを助けようと心から思っている。そうだな、ルエンハイド。はい。妖魔をも斬るお前の危険の力が必要だ。ホテルに入り、設備を使うことを許可しよう。私にはその権限が与えられている。では入るとしよう。二人ともホテルエテルナへようこそ。準備を整えてすぐに探しに行こう。待て、お前はまだ過度に動いていい体じゃない。今日はもう外に出るな。そんな。ここにはいろいろな施設がある。わかりました。まさかチョコレートドリンク。ああ、ウェルカムドリンクだ。やった、私大好物なんですよ。ああ美味しい。我がホテルお抱えの最高のショコラティエが作ったものだ。今は出かけているがな。へえ。王室御用達の品だ。優れたチョコは妖魔界でも取引されると聞く。すごいんだな。
ルーエも飲みなよ。太るから。何？太るから。2回も言わせるな、バカ。何怒ってるんだよ。温水ですので年中いつでもご利用できます。すごいなあルーム。ここって普通に泊まったらめちゃくちゃ高そうだね。そうか。内装なんてやたら豪華だし、プールまであるなんて。ホテルなんてこんなもんだぞ。しまった、ルーエはお嬢様だった。こちらは寝室です。広い。ルエ、一緒に寝られるな。な、バカ、何を言ってるんだ。宿舎では毎日一緒だったじゃん。それは学生時代の話だろうが。でも、まあ、アルがそう言うなら。でも部屋はたくさんあるんだっけ。せっかくだし一人一部屋贅沢に使うか。そうだな。どうしたんだよ。
こちらは屋外の教会となっております。あ、祭壇がある。はい、ここでは以前結婚式が執り行われていました。へえ、素敵だな。アルモ、結婚を夢見たりすることはある？え？なんでもない。はじめまして。当ホテルの受付をしております、楓です。お困りの際は、私か各所の式神にお声掛けください。すごいな。話せる人形なんて。こいつらにはホテルの管理をさせている。まあ、今は客が来ることはないが、稼働させておくと何かと便利でな。こちらでは旅の記録を行うことができます。